ロードウォリアー・アニマルは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。ギミックの上では、イリノイ州シカゴ出身を自称し、ロードウォリアー・ホークとのタッグチーム、ロードウォリアーズのメンバーとして活躍した。日本では、アニマルウォリアーと呼ばれ、ジョニー・エースことジョン・ローリネーティス、ザ・ターミネーターことマーク・ローリネーティスの実刑としても知られる。息子は、 元 NFL 選手のジェームズ・ローリン・レイティスである。トレーナーのエディシャーキーに、ジョージアチャンピオンシップレスリングのブッカーだった、オレアンダーソンを紹介され、アンダーソンの圧戦により1982年11月に NWA ジョージア地区にてデビュー。ザ・ロード・ウォリアを、リングネームに、バイカー・ギミックのヒールとして、ノースカロライナのジム・クロケット・プロモーションズにも、出場したが目が出ず、 ホームタウンのミネソタに帰郷後の1983年6月、幼馴染みのマイク・ヘグストランドと共に再びジョージアに登場。ヘグストランドは、ロードウォリアー・ホーク、自身は、ロードウォリアー・アニマルを名乗り、兄弟子でもあるポール・エラ・リングをマネージャーに迎えた、タッグチーム、ロードウォリアーズとして、再デビューを果たす。以降、日米の各団体を転戦し、各地で、 爆発的な人気を獲得した。2002年、全日本プロレースの世界最強タッグ決定リーグ戦に、武藤慶治とのコンビで出場。友情を愛したものの、ビッグネームとしての貫禄を見せた。2005年、WWE と再契約して、スマックダウンに所属。ハイデン・ライクと、新生リージョン・オブ・ドゥームを結成し、同年7月28日に、 WWE タッグ王座を奪取した。2006年1月17日にハイデンライクが解雇された後はシングルプレイヤーとなりヒールのポジションでマット・ハーディーなどと構想するが同年6月26日に自身も WWE を離脱以降はフリーとなった。2007年久々の来日が実現し9月1日のケンスケオフィス自主工業に出場。かつて フォークとチームを組んでいたパワーウォリアーこと佐々木健介とヘルウォリアーズを結成しドゥームズデイデバイスで勝利。2011年フォークとのロードウォリアーズとして初代マネージャーのポール・エラ・リングと共に WWE 殿堂に迎えられた。2012年7月20日放送のスマックダウンでは久々にリングに上がりレジェンドたちと連戦していたヒース・スレーターに勝利。 翌週の RAW 旋回記念放送にも、ボブ・バックランド、ロディ・パイパー、サージェント・スローター、シッド・ビシャス、ベーダーらレジェンドたちと共に登場した。2020年9月22日、結婚記念日のお祝いの直後に、突然の心臓発作で死亡したことが確認された。60歳没。ありがとうございます。